小林さん取れる？小林さん取れる？はい、小林さん、もう少しここ次の位置前出してこれるようにしましょう。おお、横にすんだ、かかとの位置、かかとの位置。止めてよ、かかとの位置。前半のかかとの位置を動かさないように。中に入って外に押してくるようにしていきましょう。ね、頑張って絞ってんだけど、少し体重預けていくのよ、自転車みたいに。ね、外足置いてかれないようにして。はい、行きます。お願いします。これ結構滑りやすいんだろ、こっちのスキーの側のロシニョルより。滑りやすいかもしれないです。いや、かかとの位置変えるな。もう少し10センチ内側に預けて、角度もうちょいいるの。動かしちゃダメ。動かしちゃダメ。ここで動かしちゃダメなんだ。もっと奥まで滑って。はいよー。内すね、内すね。内足の外旋、内足の外旋、内足の外旋。止まるなー。シーズン初めて滑ったかも。そう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 ね、結構カーブ来てるよ。乗り場まで行って、乗り場まで、乗り場まで、乗り場まで。伸ばす荷重ってことね。重心から外の力もらいに行くの。内足曲げとかないと届かないでしょ。まあちょっと2人ともどっちもどっちでちょっと違う感じかな。
内足が伸びとる、内足が伸びとる。ほら上下動出た。おい、できるだけ細いシュプール目指してね。前半の向き変える操作あんまりしない。うん、でもなんかちょっと今日はスピーディーか。うん、なるほど、雪がいいからか、雪がいいからか。うんうん、オッケー。肘肘、左手の肘。キョンキョン、かかとの位置止めんな。キョンキョンキョン、ほい。もう少し寄せて、ここここね。ね、 X 脚がちょっとなくなってくるかなと思うんだけど、返しながら少し内側の股関節寄りに置いといてスピンかけるの。ザクッ、内足視点で回していくわけね。もっと思い切ってエッチングしよう。うん、ちょっと X の絞り具合が良くなってきたかな。でもちょっと今日雪の条件いいからかな。雪の条件を差し引くとどうなるか、ちょっとビデオチェックだね。うん、オッケー。小林さん取れる？小林さん取れる？